はい、皆さんこんにちは、ピカです。三国志14やっていくよ。はい、前回孫権を滅ぼしました。はい、で、軍団は今のところね、委任しております。そしてまあ、ここはね、今度どこだっけ、これ不遂館か。不遂館を今攻めているところですね。まああと、ここの甲州ね、甲州かな、甲州を攻める段取りをしているところでござんすっと。よし、オッケーオッケー、よし、いいな。さあ行きましょうね。うまくいった。よろしくお願いいたします。そうそうそう、投用しないとな。周遊とかどうなったんだろう、在野にいるのか。このようなところで、町外。よく頑張った。ご確認ください。さて、来たね。ならば、向かおう。よし。さあ、文集たち来たかな。まあ来てもまあ今はいいわ。そしたらね、まあまあまあ、顔料文集は、やるか。まあ趙雲花公園、ちょっと待って、花公園、あ、そっかそっか、あ、なるほど、趙雲も行ってるから、じゃあやっぱ顔料文集で攻めんといかんな。了解です。地域担当はや順位区だけだね。あと、あ、まあここを順位区にして、どうすっかな。まあ商業でいいか。まあ順位く政治強いけど、まあどっちも強いわな。オッケー、やってやろう。さあ、これで報奨して、これはありがたい。そしてちょっと待ってね、官兵とか出てるか。ちょっと待ってね、24,000。これで、まあ、宣伝に輸送してるな。一応、輸送不可にはしたいんだよね。委任だったらできないか。できないか。
し。パンパンになっちゃったら困っから、まあ、7万だろう。向かおう。よし、これで東洋な。郊外。参ろう。まあ前回列伝見てみたら、険悪武将曹操は大凶小凶だけだったからね。意外にもね、全部曹操嫌いかと思っていたが。では参ります。では参ります。孫権はどうなったの。孫権もしかして来てくれてるの。それは笑えるんやけど。行ってまいります。周遊の姿が見えないんやけど。出立いたします。まずはちょっと、まあ大凶小凶欲しいんだけど、まあ可能性のあるやつから。なんでいないの、なんでいないの。コストコでも行ってんの。いや捕虜なのになぜいないかっちゅう。お前牢屋に入っとらんかい。しっかりと。ルンルン気分かよ。聞いてください。で、お前陳慶さんは ここ占領してください。心得ました。で、いっぱい来たかな。総人だけまだ来てないのか。まあいいわ。ならば、ちょっと待って、核来てねえな。出陣する。行くぞ。
ちょちょちょ。腕が鳴る。よし、わかったぞ。当然だ。長将とかもいたね、今ね。いやいや、お前が嫌われてるのっつうの。アホかお前。お前わきまえろお前。お前スケベ心は抑えときなさい。もうちょっとお出かけね。んー、そう。こいつでは参ります。あいつもなんかよく核翼で占領に使っていた記憶があるんだが、まあ単に核翼持っていただけか。ザイヤ、周遊がいねえぞ。死んでほしい。あー、何貴様、ちょっと待て、こいつ頭いいな。では参ります。なら孫権も、劉表と孫一族も仲悪いっしょ。行こう。まあ大凶にも、いや、お前が全ての原因なんだよ。本当にもう鼻息荒いんだよお前ね。え、我慢しろ、もうちょっと我慢。行ってまいります。本当にド S 野郎が本当に。よし、長領たち、なんか行くの？行くんか。おいおい、これ誰？え？え？太子寺って来てくれたの？ちょっと待って、わかったわかった。太子寺な。まあこれ出陣の頃合い、見るのちょっとなんだから、まあ一時呼び寄せた方がいいかな。太子寺とか官兵とかね。まあ一緒なことか。出陣してたら呼び寄せれないか。分かったぞ。よし、成功だ。いや、お前ら二人で大丈夫なの？お前今度千じゃないんだ、長領くん。聞いてください。
いや、さすがに2部隊では無理だと思うよ。お前5万だぞ、こっち。お前ああ、これ輸送隊狙われていたのかな。どうすっかな。両夫に一応やっとこうか。まあ、ちょっと完食。高尊さんは9000でいいよ。まあ義援ね、義援、ここに義援入れようか。でまあちょっと分かんないな。ああ、両夫ここにいるのか。じゃあ女皇、いやいや女皇1万7000、まあまあいっか。でまあここに両夫入れよう。中隊なし、長江、あ、長江も来たんだ。いや、これは、あ、こういう感じで見直せばいいのか。まあ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 、1万だろ。1万だから、まあ、中隊にやる。そして、まあ、長江は、お前これでいい。お前ほんとちょっと舐めている、人生を舐めている。まあこれをまあ賞金、あ、カンペいるぞ、カンペ。そしてまあここに賞金入れよう。こいつもいいんだね。あ、こいついいわ。こいつどうせす、こいつ政治あれだし。なら、寛平くん、ここなしだから、寛平くんに入れよう。うん。寛平、え？寛平入ってんの？え？あ、寛平入れたんだな。じゃあ、賞金な。よし、まあ、これでいいわ。ちょっと、これ以上、言ったらちょっとくっちゃくちゃなりそうだ。俺の CPU が溶けそうじゃ。面築長所阿弥陀仏。さあこれで足並みを揃えている帝育たちに合流するべく、だがまだ輸送隊が次のターンか、着くのは。分かったぞ。で核って、あ、核はまだあれなんだな。ちょっと待って、核は感触あるのか。各お前これ、お前大好きだからか、各じゃない、各か。あ、そっか、移動か。あ、そっかそっか、分かった。じゃあいいわ。することは他ないかな。うん、オッケー。造作もない、うまくいった。世話になる。チンブすげえ顔してるの。よし。
に行こう。オッケー、行きましょう。頼みます。役に立とう。 ありがとう。力を貸してくれ。共に行こう。はい。今見てなかった。誰だった？報告いたします。よし、待って待って、核は移動したな。そしたら完食じゃ。まず報奨しろ。感謝する。待って、これとかやったらどうなんだろう。完食先か。6000は持ってるんか。まあ長飛とかも頑張ってっから上げてやんないとね。あとの宝徳がね、18000だから、まあ上げてやろっか。ちょっと待て、ここ、あ、いっぱいあるな。うん、ならここは関ねえ。いや、長領とかもね、まあ分かんねえ。よし。で、核やった。で、カンペいるか。あ、カンペやったんだね。ねえ、ほんとボケ老人、ほんとにねえ。あかん、ダメ。さて、混乱していただきましょう。この核カメがダメ。核カは出陣させんといかんからダメよ。で、まず出陣させろ。出陣の前にこれが先やろう。ちょっとね、書くか使ってみる。よし。ほう。まあ、ここで足並みを揃えるんじゃ。戦だね。お。まあ、貴様もこっち行ってここで足並みを揃えろ。やろう。方向合ってるよな。よし。まあこれでいけるでしょう。
ここ行ってからこう行くんじゃ。やろう。芝居お前入れ。お前もまあいっか、これはこれでいいか。よし、これで OK だね。おっとおっとっとっと、ちゃんと五人五爪が出てるやんか。おっと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 、五爪どころか、お前これリンチやんか。好きよお前、好き。うん、分かった。うん、よし、成功です。吉報だ。ありがとうございます。いや今ちょっとデコマイクにかっつきそうになった。うわー、ちょっとそのよろしくお願いいたします。お大人物が本当にありがとうございます。本当に共に行こう。あー、頼ますよみんな。ご確認ください。よし。かくなぜ病気で死んじゃったんだお前。お前いかがした。ここ行ってわかるな。ここかしこまった。で、長雲、ちょい長雲も何用でしょう。うん、ここ行ってねお前ね、ここ行って隙あらば火かけろ。心得申した。うん、申してっちゃ。お前そのまま進んで火かけろ。一切承知。さあ、ああ書くか。感謝しよう。よし、指導に輸送はまあこっちからは天水からはしてるんだよね。ここもしてるか。ここもしてる。関中にまあ一時また送っておきましょうか。なかなか送れんからね、まあ、ここから。へえ、ここパッツンパッツンになってるから。まあかといってあっちも、よし。で、楽陽に兵糧とかないから、パッツンパッツン。よし、さて参るとするか。これで盤石じゃ。よし、
おっと、ここも7万になったか。上場です。うまくいった。お喜びください。こっち行こう。どこどこ。世話になる。ああ頼む。お願いします。うわーくーダメでしょうか。お願いします。一回だけでいいです。一回だけで。このままではこの加工店に手加減は期待するな。なんだ芝居なんか。これ何のマークだっけ。足止めか。芝居足止め食らってるか。感謝しよう。ユミは無視してんのこいつ。じゃあお前ユミやってきてくれる。まあ、ここ中継でこういけるか任せろ。ようわからんけど。うまくいった。喜べ。ふう芝居失敗。お願いします。うわーぐわーぐふー。あーダメか。大教消去ダメなのかな。相当嫌ってるのか。報告いたします。よしよし。まあダメダメでしょうね。送ってもね、ありがたい。まあ一応送っとこう。もう一回ぐらい。いやいやいや、おっさんおっさんは、違うお前。違うんや。行ってまいります。これ軍師のさ、どういうんだろう。おすすめ武将が。自然と親族とかならね。いやいや、お前が原因なんや。すべてあの親族と か勝手に選んでくれるのかな。国体は国体
では参ります。うん、まあ これでいいわ。よし、うわーすごいことになってるね。っていうか、あの流氷が出てきたんだね。順位もちょっと上げておきたいところや。感触、よし。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。